毎週佐賀のものづくりの凄さをご紹介する佐賀ものすご。今回は鳥栖市にある株式会社ブリヂストンの鳥栖工場をご紹介します。ブリヂストンといえば世界に名だたるタイヤメーカーですが、一体どんなタイヤを作っているのでしょうか。世界有数のタイヤメーカーブリヂストン、その鳥栖工場は国内6番目のタイヤ工場として1970年に創業を開始。以来ブリヂストングループの中でも最高水準の乗用車用ラジアルタイヤを製造。国内はもとより世界中にタイヤを供給し続けるものすごい工場なんです。鳥栖工場に来たんですが、ちょっと見てください、このでっかいタイヤ、一体何メートルあるんだろう。馬場さんいらっしゃい。このタイヤは直径4メートルあります。世界で最大級のタイヤで鉱山で使われております。さすが世界のブリヂストン、ここのタイヤって世界中で使われているんですよね。はい、ブリヂストンは150以上の国で事業展開しております。タイヤ以外の製品を含めると工場や研究所は世界中に200近くあり、従業員は世界で14万人おります。ブリヂストンではモーターサイクルや乗用車、トラック、バス、航空機用などのさまざまなタイヤを作っています。まずはこれが鳥栖工場で作っているタイヤです。スポーツ走行向けのポテンザや静粛性や乗り心地に優れたレグノなどがあります。鳥栖工場は当時のモータリゼーションの進展に対応できる高性能タイヤの生産工場として作られました。その役割は現在も変わらず、ブリヂストンでも限られた工場でしか作れない国内外の高性能スポーツカー向けのタイヤなどを作っております。ところでバンバさん、このランフラットタイヤってご存知ですか。ランフラットタイヤ、どういうタイヤですか。これはもしパンクしても時速80キロで80キロも走行できるタイヤなんです。空気が抜けてもタイヤのサイドに補強ゴムという丈夫なゴムが車重を支える仕組みになっています。例えば高速道路でタイヤがパンクした時などそのままタイヤショップまで行くことができます。パンクしても安全に走れるってすごい。ということで次回はブリヂストンを代表するブランドポテンザやレグノといった高性能タイヤはどうやって作られているのか、その製造工程をご紹介しますよ。お楽しみに。毎週佐賀のものづくりの凄さをご紹介する佐賀ものすご。今回は鳥栖にある株式会社ブリヂストンの鳥栖工場にお邪魔してるんですが、ポテンザやレグノといったブランドタイヤはどうやって作られるんでしょうか。迫田さん、早速ですが工場の中を見せていただけますか。いいですけど、バンバさん、タイヤの構造についてご存知でしょうか。え？確かにそう言われると、普段車に乗ってる割にはよく知らないですね。そうですよね。実はタイヤは大きく分けて5つの部材からなっております。タイヤの外側のゴム、トレッドとサイドウォール、タイヤの骨格となる有機繊維でできたカーカスプライと、スチールコードでできたベルト、タイヤをホイールに固定するための鋼線のはビードの5つです。おお、タイヤの中はこんな風になってるんですね。どうやって組み立てるんだろう、楽しみだな。そうですよね。ただし製造工程は企業秘密が多くてお見せできないんですよ。ここまで来て見せてくれないんですか。僕の顔に免じて何とか見せてくれませんかね。わかりました。ここではタイヤの部材のどの部分を作ってるんですか。ここではですね、タイヤが道路と接する部分、ゴムを帯状に加工したトップトレッドといわれる部材を作っているんですよ。材料となる冷たくて硬い状態のゴムに熱を加えて柔らかく練り上げ、押し出し機といわれる機械でトレッドの形に押し出します。それを冷却した後、タイヤ1本分の長さにカッターで裁断された後、次の工程へ運ばれます。
このトレッド押し出し工程では、使用する箇所やタイヤサイズ、パターンごとに異なる形状、質量を1本単位で管理しているんですよ。ところで北島さんはどうしてブリヂストンで働こうと思ったんですか？世界的に信頼されているブリヂストンでものづくりをしてみたいと思って入社しました。今後の目標はありますか？お客様の求められている品質はこれからもさらにシビアになってくると思いますので、それ以上のものづくりができるよう日々品質向上に取り組んでいきます。この後はどんな工程になるんですか？この後はそれぞれの部材を組み上げる成形工程となります。ということで、次回は5つの部材がどうやってタイヤになるのかさらに探っちゃいますよ。どこまで製造工程を見ることができるのかな、お楽しみに。毎週佐賀のものづくりの凄さをご紹介する佐賀ものすご。今回は鳥栖市にある株式会社ブリヂストンの鳥栖工場にお邪魔してるんですが、今日こそはじっくりタイヤ作りの現場を見せてもらいますよ。チャンネルはそのまま。タイヤは5つの部材から作るということですが、ここではどんな作業？はい、ここはトレッドをはじめとするタイヤの部材を合わせ、タイヤの原型を作る成形工程です。成形工程、具体的にはどうやってタイヤの形にするんですか？はい、まずはドラムにカーカスプライを巻きつけ、カーカスプライの両側にビードをセットします。その上にサイドウォールを巻き、タイヤのベース部分を作ります。またもう一方のドラムにベルトを巻きつけ、その上にトレッドを巻きます。この2つのパーツを組み合わせるとタイヤの原型、生タイヤの完成になります。おお、私たちが知ってるタイヤの形になってきましたね。この成形工程で島崎さんが気をつけているポイントはありますか？最高の品質のタイヤを作るために、部材一つ一つを正確にセットすることを心がけています。お客様に安全で安心なタイヤを届けられるよう、日々知識や技能向上に努めてます。さあ、いよいよタイヤ作りも最終工程です。ここではどんな作業を？ここは下流工程といって、成形工程で作った生タイヤを金型に入れて最終的に形にする工程です。まずは生タイヤを金型に入れ、高温高圧の蒸気で一定時間押し付けます。そうするとゴムの中で化学反応が起き、生タイヤは弾力のある安定した性能のタイヤへと変身します。タイヤの溝やサイド部の表示などもこの時刻み込まれます。おお、しっかり溝が入ってますね。ところでこの溝の形ってそんなに重要なんですか？タイヤの溝はただの模様だと思っている方も多いかもしれませんが、実は雨の日にタイヤと路面の間の水を逃がしてしっかりグリップするためにとても重要なんです。さあ、これでニュータイヤの完成ですね。いやいや、まだですよ。これから機械と凄技の職人による厳しい検査が待っています。ということで、次回はブリヂストンタイヤの品質を支える職人さんの厳しい検査の様子をご紹介しますよ。お楽しみに。毎週佐賀のものづくりの凄さをご紹介する佐賀ものすご。今回は日本が世界に誇る株式会社ブリヂストンの鳥栖工場にお邪魔してるんですが、ここにはタイヤの品質を支える検査の達人がいるそうです。早速行ってみましょう。早速やってますね。お話を聞いてみましょう。こんにちは。こんにちは。なんだかタイヤを撫でてるようにしか見えないんですが、これが検査なんですか？これは外観検査といいまして、訓練を受けた検査員が一本一本タイヤを見て触ることで外観の傷がないかをチェックしています。1人当たり1日500本程度検査しています。その後機械を使ってタイヤの重さやバランスなどをチェックしています。
でも触っただけで本当に分かるんですか？じゃあバンバさんも実際にやってみますか。よし、望むところだ。はい、ありました。ちょっと、本当にありました？ここにあります。うん、全然わからなかった。さすがですね。検査でのポイントは視野を広く、不良独特の光沢を見つけることです。手を当てるポイントとしては、力を入れすぎず指の腹を隙間なく当てることがポイントです。まずは、あれ、工場の中で楽器を持った人がいますね。ブリヂストンには楽団があるんですか？はい、1955年社会貢献の一環として創業者の石橋正二郎により創立されました。今では日本でも有数の企業従業員による吹奏楽団です。全国工場所在地での演奏活動はもちろん、幼稚園、小中学校での音楽鑑賞などのボランティア活動も積極的に行っています。また毎年開催される吹奏楽連盟主催の全国大会では、昨年34回目の金賞を受賞しました。素晴らしいですね。ところで、お仕事と吹奏楽両立はできてますか？工場での仕事の前や後に練習していて大変ですが、演奏会でお客さんに拍手をもらえた時はやっててよかったなと非常に思います。まずはダントツのプレミアム品質のタイヤを作るぞ。ということで、今回は鳥栖市にある株式会社ブリヂストンの鳥栖工場からお送りしました。次回は佐賀市の利権農産加工株式会社にお邪魔しますよ。お楽しみに。